一人土なりのロックオンミュージック、2016年11月3日、今日で第47回目です。今日は生放送ではなく、録音でお届けしております。スペシャルなゲスト2組にインタビューもすることができたので、今日はそれを皆さんに聞いていただこうかなと思っております。最後までごゆっくりお楽しみください。一人土なりのロックオンミュージック。11月3日文化の日、今日は祝日でしたね。皆さん、どのように過ごしたんでしょうか。私、一人土なりをですね、宜野湾市にあるプチカフェバーというところで今ワンマンライブを終えて、多分お店の方でまったりしているんじゃないかなと思っております。そうなんですよ。今日弾き語りで一人でワンマンライブをちょっと企画してやっていますので、今日は生放送ではなく録音データでのお届けということですので、ほぼ毎回メッセージをくれる沖縄在住ナナシちゃんとか、今日もツイキャスの方にメッセージくださるかもしれないんですけれども、ちょっと生で読めないのでね、ご了承ください。一人土なりのロックオンミュージック、この番組は毎回ゲストを招いて音楽の話題を中心にお届けする音楽情報番組です。冒頭でも言ったんですけれども、今日は2組のスペシャルな方々にインタビューしてきておりますので、皆さん、乞うご期待ということで。メッセージや質問など待っております。今週は読めないです。で、来週はまた空間日和の週なのでね、読めないんですけれども、第3週目に読めますので、ぜひぜひメッセージください。メールアドレスはこちら、数字で797アットマーク fmgino1.com まで送ってください。FM ギノワンではユーストリームやツイキャスで映像と音声をネット配信しております。また、リッスンラジオというアプリをインストールすればインターネットを経由して全国どこでもラジオ番組としても楽しめますので、どちらも FM ギノワンのホームページからアクセスできます。よろしくお願いします。これちなみに今、録音が流れている状態なんですけど、いつもこのスタジオ内にいる人がツイキャスとかユーストリームで映ってるんですけど、今日はこれどうなってるんですかね。私も今多分プチカフェバーで、ライブを終えてまったりとしてるところだと思うんですけれども、後日ユーストリームの残ってる映像や YouTube に残ってる映像でちょっと確認するのが楽しみだなと思っています。イベント情報がちょっと来ておりますので、ちょっと告知のコメント来てますので、ちょっと聞いてみてください。一人つなりのロックオンミュージックをお聴きの皆様、こんばんは。銀天団というバンドでベースをやっております、秀幸と申します。今回四国の高知県から矢野純子さんというシンガーソングライターの方のライブを企画させていただきました。ライブは2会場あるんですけれども、それぞれにテーマがありまして、まず、浦添のグルーヴ。こちらのタイトルは5、故郷の今日のことです。人の人生の中にある普遍的なテーマですね。続いて、沖縄市のオトボラ。テーマはホムラ。こちらは人間の心の奥底に潜む見てはいけない世界という不思議な曲ばかりで、銀天団が演奏のお供をいたします。この日はアコーディオン奏者の香取幸一郎さんにも出演していただきます。日にちは11月4日、浦添グルーヴ、夜8時オープン、9時スタート。11月5日、沖縄市オトボラ、夜9時オープン、10時スタート。両会場とも予約は2000円、当日2500円、どちらもワンドリンクオーダーとなっております。メール予約は omise 数字の52 atgmail.com、 全部小文字で。omise52@gmail.com です。銀天団の Facebook ページや Twitter でも情報が見れますので、チェックよろしくお願いいたします。以上、銀天団の秀幸でした。わかったことはゴミ箱の中にいては
はい、ということで、明日金曜日はフラストエにあるグルーヴで矢野純子さんのピアノ弾き語りのソロ、そして明後日土曜日が沖縄市のオトボラで矢野純子さんと銀天団のコラボでのイベントがあるということで、はい、皆さん気になった方はメール予約はこちらです。 omise で数字で52 @gmail.com まで、メール予約はこちらで受け付けております。それでは一曲聴いていただきましょう。矢野純子さんで目を閉じないで。知ってる場所、あんたのこともよく知っているさ。今日はたくさん話した、今日は黙ってた、今日は潰れた、明日が怖かった。お届けした曲は矢野純子さんで目を閉じないででした。一人しないのロックオンミュージック。一人しないのロックオンミュージックで、まあ散々イベント告知をしてきた、大きな大きな沖縄にとって大切な大切なイベントが今週末あります。モンゴル800がフェスティバル What a Wonderful World 2016、ツイッターなどでね、私のツイッターなどでちょっと先行でちょろちょろっと告知はしたんですけれども、ドラムのモンパチのドラムのサッシにちょっとインタビューすることできたので、まずはちょっとそれ聞いてみてもらいましょう。はい、モンゴル800のサトシ君です。イエイイエイ、サシです。久しぶりだね。久しぶりだね、こちらはテトラポッツ住所とか言っていいですよ。住所言っていいですか、うん、まあ、細かいのか分かんないけど前島なんですけどね。前島、川沿い。僕初めて来ましたよ、こっち。この目の前の川釣りできますよ。あ、そう。サメも入ってくるし。マジ？うん、あのローニアジってでっかいガーラとかも入ってくるし、ミーバイも何でもいますよ。でこっちで釣って食べれるってことじゃん。まあ食べれる人は食べていいと思うし。あんまり美味しくないいや美味しくないとは言わないけど、沖から入ってきてれば別に何でもないんじゃないですか、うん、全然。じゃあこっちで釣り具を買ってすぐ目の前で。そうそうそう。ただ餌がない、ね、あのちっちゃい竿とかあるんだけど、うん、あれも販売してるけど、うん、これも買ってから目の前ですぐ釣れる。すごいじゃないですか。
まあ、もう最高ですよ。テトロポッツ。テトロポッツ。はい、今週ですよ。はい。モンパチフェス。フェスありがとうございます。会場行った？まだ見に行ってない。見に行ってないというのは、まあ、近くなってから見に行ってないというだけで。なんかステージもでも明日から、今11月の1日火曜日。聞いたのも先週からもうやり始めてるとは言ってたから。まあ、現場には入ってるけど、まだ一応何も立ってないってさっき言ってた。うん、だからもう明日、明後日でやっぱりもう、もう一回行かないといけないんじゃないですか。うん、で、それまではスタジオでリハーサル。今日もスタジオリハーサル、うん、明日も、明後日も、し明後日もずっとね。でもまあ直前までね、直前までもリハーサルですよ。だってあのプリティグッド、うん、アルバムおめでとうございます。 ありがとうございます。その中の新曲もやるんでしょ、もちろん。まあそれはね、やるかどうかちょっと言えないですけどね。なんでよ。あ、でもそっか、うん、そうだね、セットリスト言うわけにいかないですから、ね、そうだね。でもやると思いますよ、うん、そりゃ。でまたフェスもあるけどさ、今回、うん、すぐまたツアー入るでしょ。あ、全国ツアー ね、ありますね。アルバムのリリースツアー、うんうん、こんな過酷な動き方初めてじゃない。いや別に過酷かって言いたよ。俺は別にそんなに言うほどでもない。まあ確かに詰まってはいるけど、ね、なんかほらこういうでかいフェスやったら休みたいでしょ。いやー、2、3日でしょ。あ、かっこいい、さすが社長。さすが、行き急いでますから。そうだ、全然そんな何とも思わないけどな。あ、そっか、うん、俺は全然ツアー出て回りたいし、うん、ちょ、あのスタッフのほら由美子さんがまたそのアルバムのプロモーションとか、うん、まあ、フェスのプロモーションとか、うん、両方やってるからちょっとややこしくなってくるけど。あ、そうだね、うん、そうだね、フェスでね、アルバムのこと薄れてもらっても困るしね、うん、もうフェス終わったらすぐツアーだから。まあでもおかげさまで沖縄のチケットも売り切れてるみたいですし。あ、そうですね、うん、スタートはいいんじゃないですかね。今月のヒューマンステージ桜坂セントラルももうほぼほぼ完売です、ね、うん、そうあと来年はファイナルか。そうだね、ファイナルでまた1月に戻ってくるかな、うん、まあ、全然忙しくないっすよ。あと今回出演者多いんじゃない、うん、多いね。そう、いつもこんなもんだっけ。あのビーチステージのせいかな、めっちゃ多い気がする。あ、そうだね、ビーチステージが増えた分確かに増えてはいるね。そうだね、うん、南波さんもビーチだよね。そう、もうやっぱり南波さんがやっぱ盛り上げ、初めてのやっぱそのステージだから、うん、やっぱそこをね一発盛り上げてほしいなっていうのを直接本人に依頼してるから。お、いいね、もう最高なステージになるでしょ。まあ、冊子的にはうん、やっぱみんな楽しみだと思うんだけど、うん、個人的に、うん、この人たちは俺も楽しみにしてるぜみたいなのいる？いやー、そうだね、まあ、あの新人のワニマ、うん、ワニマ今イケイケじゃないですか。イケイケだね。もともと自分はあのレフラーっていうそのブランドで、うん、あの洋服のブランドでよくあのなんだっけモデルみたいな感じで一緒に出させてもらって、サッシが、うん、あ、そう、痩せてる頃ね。もうちょっと痩せてる頃ね。これだから 4,5 年前ぐらいからそのワニマなんかとだからもう面識はあるんだ。面識をもともとあって、うん、僕らモンパチ好きですみたいな感じで、うん、もうコピーしてましたっつって、うん、そういう感じだった。どこの事務所もついてなかったわけその時。あ、そうなんだ。でその後ピザに入りましたって言ってから、おすげえなーって言ったらもうあっという間、もうすごい売れ行きで。今年だっけ対バンしたの。まあ、対バン、そうだね、対バンは今年やりましたね。なんか向こうのツアーみたいな。そうワニマのツアーで呼ばれて対バンしたけど、でなんかそこで出るみたいな話になったの。いやもう、まあ、一緒に対バンしたら大体その出演者あのワッタに呼ぶ招待するっていうのは、うん、もうなんか流れ的になんかそんな感じによくなってて、うん、シムとかもそうだし。ああ、そっか、うん、大体そういう流れになるんだけど、うん、まあ、ワニも沖縄まだツアーで来たこともないから。あ、そうだね、本人たち自体も初めてだから、うん、それがやっぱ沖縄の人にはすごい楽しみじゃないのかなと、うん、その噂の若手バンドがね、うん、沖縄にわざわざフェスでやってくるっていうね、うん、これはいいんじゃないですか。今回本当また出演者もバラエティに飛んでるよね。まあ、相変わらずっていうかもう、まあ、毎回そうだけど、なんか佐野さんとか、ね、夏木マリさんとか、なんか逆オファーみたいな感じで、なんか、うん、まあ、あの前回なんか海空っていうイベントかな。あ、そうそう、今年の1月にそれが台風、うん、台風でね、飛んじゃったんだよね、うん、それでやっぱり佐野さん自体も沖縄にどうしても来たかったっていうのがあって、うん、まあ、このタイミングで出たいっていうことで、うん、ご招待で。あ、っていうことはも面識ない。俺らはもう初めてだね。あ、うん、そうなんだ。
ないけどもこうやってね出たいって言ってくれるから、それはそれでもっと仲良くなれるだろうし、ね、いいんじゃないですか、あとはもう、あとはまあいつもながらまあドラゴン足とかサンボマスターとかもいるし、そうだね、まあ、女性あと加山雄三さんを、まあ、まあ旧作がね、キングオールスターズで絡んでますから、俺あの2013-14の時があったでしょ、その時も加山さん出てて、そうそう出てくれてたね、で清作が肩組みながら海よって歌ってたわけこれどうなってるのかなと思って清作はどこに行ってるんだとか沖縄の若大将になるみたいな、ね、あれめっちゃ面白かったけどね会場でまあまあまあそういう流れもありますし、うん、あと何だろうな、あとは見てほしいバンド、まあスカパラとかもねやっぱり絶対盛り上がるの間違いないだろう ね、フェスといえばもうスカパラさんですよ、楽しみだね、あとはね誰がいた、あと誰がいたっけな、チャットモンチーとか、まあ、チャットモンチーもまあ向こうのフェスに呼ばれて、まあそのお返しにこっちもね、ご招待でぜひ女の人たちがやっぱいない少ないっていうのがやっぱあったんでね、ぜひ出てほしいということで、あそうだね女性少ないね、そうそう女性を必ずやっぱ入れたいなっていうのはやっぱあるから、その中でチャット持ち出てくれるだけですごいありがたいしね、いっぱいいますよ、であとモンパチはもう初日のトップバッターか、トップバッター、まあ、オープニングアクトは、まあ、あるとしても、まあ、トップバッターで最終日の最後初めてトップバッターやるけど、多分楽だろうねそっか、トップバッターが楽とかじゃなくてトップバッター終わった後が、他の人のその何ていうのかなホスト、ホスト役に徹しないといけないから、その辺のやっぱ仕事がすごい楽になると思う、そうだね、一番最後に演奏しないといけない、いけないっていうのがあるとやっぱちょっと、なんかいろいろセーブしないといけない部分とかなんか出てくるから、疲れた後にそれやるのも嫌だし、まあ、それよりは最初にやっといて、ね、1日目しっかりこうケアして、あそうだ、ね、もう楽しんで帰ってもらわないとね、またあのサッシ関連の出店もあるの？あるよ、当然テトラポッツがありますよ、テトラポッツ、テトラポッツの物販があります、グッズ販売、グッズもあのコラボ、まあ、フェスコラボ販売、ね、そういうのもありますし、まあ、そのフェスでしか売ってないものとかも用意してますし、あとはあの前なんかフード出したよ、そば出してんかった前、本気でだからそば出しすぎて俺あの調理場から動けんかったから俺出汁はもう俺の命だと思ってたから出汁から離れられなくて唯一離れたのは自分たちのその演奏の時だけっていうそれ相当やっぱ相当周りからブーイングがあったからあのね、あのそうそう他のアーティストからもおめえ見てねえよとか言われたし、やっぱさすがにねホスト役はやっぱいとかないといけないから、だから今回はその力は入れられないけども、やっぱりフードから跳ねられないんで、こうフード出したいなと思ってて、高里屋っていうのと、あと足取りっていうその居酒屋さんがあるんですけどね、まあ、屋台村とかやってるその系列の居酒屋さん、まあ、そこと一緒にちょっとコラボしながら2店舗合同で、でまあ別々の商品を出すんですけど、まあ何出すか決まってる、もうねあのシンプルなやつ、もうよくお祭りにあるやつ、あフランクフルトとか、もうフランクフルトと焼きそばとたこ焼きとフライドポテト、まあうちのお店は ね、もうシンプルでしょ、ところが、はい、サッシさんこれだけではもう済ませませんよ、はい、ただでは出しません、フランクフルトは仙台もち豚のフランクフルト、いいですね、いいですか、で焼きそばは、まあ、沖縄風のね、沖縄の、まあ、家庭料理の塩焼きそばね、沖縄そばを使った塩焼きそばで、もう一個が、たこ焼きね、たこ焼きはこれはこだわってますよ、九条ネギ、九条ネギたっぷりのマヨネーズ、ネギポンですね、これね、ネギポンマヨネーズですよ、ネギポンのポン、ポン酢のポン、ポン酢のポン、またこのポン酢もこだわってまして、高知のゆずポンを使います、あすごいですね、ごっくん、あの馬路村とか、馬路村っていうね、ゆずの村があるんですよ、そこのもうポン酢がバリうまい、うまい、バリうまい、これぜひ食べてほしい、たこ焼き、たこ焼き、これはねうまいよ、でフライドポテトはまあちょっとスパイシーな、ね、ポテトとかも用意してますよね、まあ、とりあえず普通にお祭りであるものをさらにこうサッシなりのこのアレンジを加えたものを提供しようかと、いいですね、で回転命、回転、客の回転、待たせない、絶対待たせない待たしたら俺に苦情言って会場で見つけて、遅いけどって言っていい、全然本当にそれぐらい待たせない、もうやっぱり
待たせるのがお客さんにとっても早く見たいのにってもあるし、うん、あそうだね、うん、今食べたいのにってもあるから、うん、この辺のやっぱりケアをしたくて、うん、回転命のとりあえず、まあ、2店舗合同でちょっと攻めていきますんでね、うん、もうアーティストのケアはもちろんお客さんのケアまで、お客さんのケアも大事だよもう本当に、うん、そうだね、それが一番ですよ、うん、まあ、2日間にわたる長時間のイベントですので、うん、まあ、はい、のんびりといきましょう、ね、お客さんにじゃあ最後にメッセージを、お客さん、ネギポン酢うまいよ絶対それは間違いなく食べに来た方がいいよ知ってんの絶対来てくださいもうこれはもう足運ばないと大変ですよ、もう家で暇してるぐらいだったら絶対来た方がいいと思いますしね、そうね、あと当日券も売ってますんでね、うん、あとこれ放送が、木曜日の木曜日、うん、夜の10時からの1時間の番組なので、わすげえね、なので金曜日いっぱいはもう前売り券売ってますんで、ああもう、はい、あ全然あと全然3、40分全然平気で喋れるよそういや練習でしょこれから、え大丈夫よギリ5分で作るのにそう事務所前はまだ喋る、喋れるよ、喋りたいよ全然いい人が過ぎるなと本当だ、全然余裕じゃないの、あじゃあじゃあ なんかどんどんメッセージをこの、あ迷惑だったらいいよ全然、いや迷惑じゃないよ迷惑なわけないでしょ、え大地さんどこにいるのその時、当日は、当日僕はあのプチカフェバーで弾き語りワンマンですよ、プチカフェバー、うん、弾き語りワンマン、そう、あ当日ってあのフェス当日、フェス当日よ、フェス当日はもう世を忍ぶ仮の姿で仕事中です、あらそう、うん、いいよそんなのもういやいいよじゃないでしょなんでいいよって一緒にゆっくり俺のフードのところで食べてたりさ甘い誘惑アメッサのライブも久しぶりに見たいね、なかなか見に行けてないからね、まあねもう忙しいからねみんな、昔 HY のコピーとかやったけどねそれ二人で HY のコピーとかやった気がするんだけどね、それどこでヒューマンでやったさ、ヒューマン、なんでそうなったんだっけ、風を集めてなんでだっけえ、あの余興大会じゃないあの大晦日、大晦日の多分余興大会でやったんじゃないヒューマンステージやってたね、俺がイーズの声役で、うん、懐かしいなミホコ Z とかもずっと会ってないでしょ、いたいた、ああでもなんかイベントでなんかあったね、ミホコ Z あった、みんな変わらず、なんかみんないつまでもフレッシュで活動して頑張っててすごいって言ってた、私はもうダメだって小さく収まってるっつって本当かよそんな割には全然元気いっぱいだったよ、あとあれですよ、あの多分沖縄いないと思うけど11月の26日、うん、イーストウーマンの20周年ライブで、うん、ブリーチが1日だけ復活、だからこれやばいよね、このブリーチの復活、その時県外でしょ多分、県外、いやーちょっと見てないか分かんないけど県外かもしれないね、でもこれはねもうこっちまで響いてきてたもん、やっぱブリーチ復活、あ響いてたブリーチ復活っていうのがもうあちこちで響いてるから、ね、すげえなっつって、しかもまあこの先続けるか分からんけど、とりあえずまあこのメカルジンさんの、うん、まあ、イーストウーマンの20周年の人や限りになるかもしれないからね、うん、見た方がいいね、楽しみで、今のスタジオ G で練習してる、そうなの3人揃って、あブリッジがメカルジンさんなんかも、あそうそうそうすごいねみんなね、うん、音楽は続けないとダメですよ、そうだね、やめるとかないから別に、うん、スカイメイツとかもまた見たいね、そうだねスカイメイツ見たいね、あれ去年の音楽市あの時ね確か見に行った、うん、俺も見に行ったよ、あれもちょっと感動したねやっぱり、なんか久しぶりに見るとやっぱいいね、うん、ていうかここがやっぱうまいから普通に、うん、久しぶりにやったってうまいよね、うん、なんてだってまた小杖ちゃんがね今ベーシストとして、あっしも沖縄の何本指に入るのもう、ね、あの人は本当すごいじゃない、引っ張りだこだよ、引っ張りだこ小杖をもうすごいね、楽しみだよ、あ楽しみだねみんなね、で、あのいろんな、まあ、音楽面じゃなくてもみんな仕事でそれぞれ活躍してるのを見るとやっぱりこっちも嬉しいですよね、あのゆうすけさんなんかもね、うん、もうみんなそれぞれいろんなところで活躍してるなと思って、あとあれだ今回フェスで沖縄のバンドも出るじゃない、シャルマイケンアカネとか、あとなんだっけオープニングアクトのシベリアンスカンクか、うんうん、とかも出るよね、いろいろ出ますよ、沖縄枠っていうのもやっぱ設けて、あの沖縄のライブハウスの
まあ、方々で。ライブハウス枠だとポートリバースのか。そう、ポートリバースとか、あと何だっけ。結構あったよね。あと1個がシャルマイケン。うん。あと面白そうなのは部品がいるけど。あ、部品部品は個人的に好きなんだけど。あ、部品の歌のレコーディング俺がやったんだよ。あ、そうなの。リハスタで。だから、うちのヒロシがさ、うん、横でほらツアー中とかにちょっと流してる時があって、うん、これ誰かこれっつってこれ誰かこれっつってから部品とか言うからああそうっつってもう衝撃だったね。オケはね、あのスタックのアーミーさんが、ね、打ち込みでくると、みんな身内だね。そう、身内身内じゃないですか。なんかね、すごいでっかくなってきてるってから。いやでかくなると思うよ。部品楽しみ、楽しみですよ。部品はやっぱ最初からやっぱフェスは見ないとダメですよ皆さん。そうだね、うん、早い時間から。まあ前よりもまあアクセスは近くなってますしね。前の読み田もすごい良かったんですけど、うん、まあ、今度はまあガラッと雰囲気変わってますしね、うん、まあいかにもビーチって感じだけど、うん、まあ整備されたビーチで、まあ、あの環境もすごくいいかなと思いますし、うん、アクセスもいいし、子供連れが一番来やすいんじゃないかなとは。あ、そうだね。あと、うん、今回いいなと思ったのがステージが隣同士になってるでしょ。そうだね。これ最近のこの内地のフェスもこういうパターンが多くて、隣同士でしょ。一つのでっかいステージにこう半分こうなって、うん、右と左に分かれるような、うん、結構これお客さんにとってもすごいありがたいと思うけど、そうだよね、あちこち移動する必要はないし、うん、横に移動するだけだから、やっぱ移動距離ちょっと減らしてあげた方がいいかなと思って、うん、無駄な時間がね、お客さんにとってもなくなるし、まあ、体力も消耗されるからね。そう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 、だからそういう面で今回のはすごくお客さんにも優しくなってんじゃないかなと、うん、だからぜひ遊びに来てほしいなと思いますよ。はい、11月の5日6日5日6日土曜日日曜日、うん、はい、サッシも出店ブースもあり、もう俺の出店でまずフード食べるのがまず第一条件だね。着いたらちょうど昼ご飯ぐらいだからね。あ、そうだね、そうだ、まず早速来ていいですよ。早速待たせないぐらい用意してるから。絶対みんな腹すかしてるだろうなと思って用意してるから。客の回転が命だから、もう待たせないすぐ。なんであの冷めたもん渡すつもりないよ。おお、さすが。保温器後ろにちゃんと用意してるから。あ、いや保温器命だから、ほかほかを渡しますよちゃんと。だからまあプロデュースって形で今回はもうああじゃこうじゃ口は出してるけど、まあ、実際うちの後輩、徳島の後輩たちが中でフードは回してるんで、うん、わざわざ徳島から来て来るの。いや俺は出すつもりなかったんだけど、後輩なんかが兄貴ちょっとフードやらせてくださいって言ったら、いや出すのはいいけどじゃあお前買い手命じゃないと俺やらないよっつって、で今回俺あんまりこうつきっきりできないから自分たちでやれっつってって言った割にやっぱり俺ガンガンこう、うん、世話してるから結局関わるんだよね、うん、まあでも本番はまあ本人たちがこう回してくれるんで、うん、わざわざ徳島の精鋭部隊がね、うん、やってまいりますよ。まあ今回デコレーションもある。デコレーションはね、たかしがやってる。いや、いつも通り、いつも通りたかしが担当して、もうだいぶ前から作ってるけどね。あ、そう。チーム組んでいろいろ指示出しながらいろんなもの作ってる。たかし的にはやっぱそういうあのデコレーションを見てほしいはずだから、うん、まあ、ウォーリーを探せじゃないけど、うん、あ、これも手作り高志のだみたいな感じで探すのもいいんじゃないかな。 あちこちに細かいところにあるから、うん、読谷の時も綺麗だったもんね。そう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 、今回その廃材使ってやってるからエコだしね。あ、そうなんだ。いろいろやってますな。いろいろやりますよ、ね、ただではやりませんよ、それ、うん、まあ、その辺のこだわりも見てほしいかと思います。はい、ぜひ遊びに来てください皆さん。じゃあ、まあ、とにかくあの風邪ひかないようにじゃあ、はい、土日まで。そうですね、まあ、この話の続きは、まあ、あの来週またじゃあ来週出てくれるの。来週も、まあ、テトラポッツについて話しましょうか。釣りの話だな、一生話せるよ。釣りの話全然話せるよ。たまに大学の講義も行ってるけど釣りの話はしないけどね、うん、3時間ぐらい話すよ。え、講義は何の講義。音楽の話だけど、俺あんまり音楽詳しくないから、うん、面白い生き様でも話そうかなみたいな。人となり、これまでどうやって歩んできたかみたいな。そうそう、愛とはみたいなね。何がよみたいな。そうそう、喋るのは全然慣れてますよ。じゃあ来てよ、今度は。じゃあ実際にスタジオで。スタジオどこで？あっちで？
うん、FM FM ね。生放送だから本当は。生放送なの？生放送で大変だよ、56分間。あ、じゃあドライブしながら行くさじゃん。軽いな。何時からやってんの？10時。うん。あ、じゃあちょうどいいね。何年何が？チャタンで、タマン釣ってから、そのまま帰り。だいたい6時満潮ぐらいだから、それ狙っていくさ。8時には終わるわけよ。早いね。片付けしてなんだかんだ言ったら、ちょうど間に合うさ。9時半にはもう、ラジオついて、魚臭いけど。で本当はあのユーストリームとかツイキャスとか動画で生配信だから、うん、本当はあれなんだよ、姿も見える。あ、本当に、うん、で魚も見せれるさ。見せれる、超カラが映ってきたぜって最高さ。リアルリアル。じゃあ木曜日、釣りしたと、釣りするときは教えてね。木曜日でしょ、うん、OKOK 連絡するよ。でも大体毎回このゲストを呼んでるから。来週も俺だよ多分。俺あ、ごめん、来週あれだ、空間日和ってバンドの週だ、2週目だけ。じゃあそれ収録で撮っといたりさ。なんでよ。だ、空間日和の時行っても面白いけどね。いきなり持ってこようかって。モンパチの人来てるけどみたいな。どうするみたいな。初めましてっつって、あのたまお土産持たそうか。お土産持ってこようね。じゃあさばけいいよ。空間日和にお土産を持たそうっていう企画ね。じゃあ来週ね。オッケーオッケー。俺も付き添うから、その時ちょうどなんかお土産のコーナーみたいに言ってくれたら、うん、サッシー登場ですもん。あ、いいね。うん、すぐ来るよ。お土産だけ渡してすぐ帰るさ。じゃあ来週また皆さん交互期待ということで。はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい。一人土地内のロックオンミュージック。ねえ、モンパチのサトシくんがフェスについてのこととか昔の話とかいっぱいいっぱい話してくれました。もう今週の土曜日日曜日、ワッターワンダフルワールド、これは行くしかないでしょう。金曜日いっぱいまで前売りチケット絶賛発売中ですので、ファミリーマートさんに皆さん走ってくださいね。今空いてますんでね、ファミリーマートさん。それではモンパチの新しいアルバムの中から聴いていただきましょう。8枚目のアルバム Pretty Good の中から Take It Easy。 さっきのあのサッシとのインタビューの中でも話が出てたんですけれども、今月のライブイベントの中でまたすごくすごく気になるイベント、イーストウーマンの20周年記念ライブ、出演陣がものすごく豪華なんですけれども、その中でもやっぱとりわけインパクトのでかい出演者は、まあ、ブリーチじゃないかなと思っております。はい、ということで11月の26日はイーストウーマンの20周年記念ライブということで、イーストウーマンの人ではなくブリーチのドラムのさゆりちゃんに来てもらってます。はい、こんばんは。こんばんは。さゆりです。メカルジンバンドでね、さゆりちゃんは今、はい、ジンさんと、はい、ジンさんと一緒にライブをしていて、はい、で今回20周年のイーストウーマン、うん、メカルジンさんがずっとやってたこのバンドの今活動休止中のイーストウーマンが、うん、まあ、20周年記念ということでライブをやろうと、ヒューマンステージで、うん、でブリーチ出てくれませんかみたいな。そうなんですよ、オファーが来たらしく。これはさゆりちゃんに来たの、やっぱり。一応最初はなんかそのイーストウーマンやるんだけど、うん、ブリーチとか出れないかなみたいな感じで言われて、あ、まあカンナとミヤが OK だったら大丈夫だと思いますみたいな。でそれから話がなかったから、うん、まあ、あの話は消えたのかなとか思ってたら、うん、宮の方にオファーしてたみたいで、じいさん。ああ、そうなんだ。そうそうそう。で宮の方からうちとカンナに、うん、出ないみたいな、うん、でカンナもいいよって言うから、うん、ああ、じゃあ2人がいいなら出ましょうみたいな、ごくごく自然な流れだね。そう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 、いい流れだね。で宮ちゃんが今ね赤ちゃんいるからね、うん、っていうことで385のライブ活動自体も、うん、まあ、今休止中、うん、なんだけれども、一日復活、ね、うん、
まあ、今後レギュラーで復活するかはまあ未定だけどみたいな感じでしょ。今のところ未定。なんか本当に、うん、おそらくこの11月26日の1回だけかもしれないし。そうだね、うん、あれだね、練習とか久々に集まるわけじゃない、うんうん、この間入ったけどね、うん、ガタガタだったねだってね、解散してからもう何年経つっていう。え、実際何年だっけ、2009年に解散したから7年ぐらい経つのか。その間もう早い曲とかも全然触ってもいないから、うん、でも今回やろうって決めたリスト、うんうん、リストアップした曲はやっぱ早い曲もあって、うんうん、ヒーコラ言って叩いてるでも今でも音源を聞くとやっぱりこの3人の音楽に対する熱量みたいなの、うん、で寄り添い合いっていうかぶつかり合いじゃない、うん、あ、そうだねもう力士のぶつかり稽古みたいなガチンコ勝負でしょ、なんか、うん、そうだね、ぶつかり合いだね、僕はもうあの棍棒で殴り合ってるって表現をまあするんですけれどもブリーチの3人の音はで今2回やったの、うん、スタジオ3人で入ったのは2回、まあ 1回2時間だとして、うん、4時間、やっぱりあれちょっとずつこう3人の呼吸が合ってきてる感覚とかある？あ、でも1回目は、うん、まあちょっと探り探り感もあって、うん、ちょっとやっぱりガタつきというかバラつきとかはあったけど、1回目に比べたら2回目はちょっと良くなってきたかな多分次回のスタジオはもうちょい良くなってるといいな、うん、あと2回ぐらい入る、あと2回入れたらいいな。本当はもっといっぱい入りたいけど、ベースのミヤちゃんが結構ね Facebook とか Twitter で宣伝もしてるから、宣伝隊長でみんなの期待値もねえそうだからプレッシャーかけてるけど俺もベース楽しみにしてるから。ありがたいことにあの本土からもお客さん何人か来てくれるみたいで、なんかそんなの聞いたらねやっぱりいいライブやりたいって思うから。そうだよね、うん、そう演奏がちゃんとできるようにね、うん、練習はいっぱい入りたいなって思うんだけど、うん、昔とそのだから7年前8年前と比べて、うん、スタジオの雰囲気とかってやっぱちょっと変わった、うん、みんなそれぞれやっぱ7年8年大人になってるわけじゃない、ね、大人になったけどあんまり変わらないかなでも無駄話は減ったかな無駄話してたの。前はスタジオ入った時はもうなんか、まあ、女子さんみんなからねわーわーわーって話してたけど、それが今はもうほら、うん、みんなこう働いたり、うんうん、ね、宮に至っては赤ちゃんの面倒を見たりとか、ね、いろいろ生活がある中で時間作ってやってるから、うん、もう集中した2時間集中してやろうみたいな感じで、でも、うん、あのまあ雰囲気は悪くなく、うんうん、なんか普段の話とかして、うん、ワイワイしたりはする、うん、よ、なんか宮がね赤ちゃんの話とか、うん、息子の話したりとかして、へえとか言いながら聞いたりして、うん、メカウジンバンドでドラム叩いてる時と、うん、やっぱこのブリーチ3人の中で叩いてる時って、うん、スイッチは変わる？さゆりちゃんの中で。あー、でも変わるかも。うん、なんかなんだろう。もう目つきが殺し屋みたいになる。まあならんかな。怖いね。それはないか。でも何かな、うん、ちょっとジーンさんのところでやってる時と、うん、ブリーチでやってる時では何だろう、意識っていうか、うん、何だろうな、何ってはうまく言えないけど、うん、多分違うはず。何かブリーチスイッチみたいなのがありそうだよね、うん、3人とも。そういうのが多分あるはず、うんうん、だから演奏練習1回目入った時にガタガタだったけど、なんかちょっと火がついたじゃないけど、うんうん、わーってなって、あーこんなだったよなーってちょっと楽しかって、
そうそうそう。ジンさんの時も楽しいんだけど、なんだろうな、ジンさんのはそのメカルジンさんを中心に周りがそのサポートっていう形でやってるから、自分をわーって出すっていうよりは、そのジンさんの楽曲にこう自分がアプローチするみたいな、そうそうそう、ような感覚で、でブリーチの場合は。本当にやりたいことっていうか、自分がこう叩きたい、じゃあベースはこうやる、ギターこうやる、で、まあ、さっき言ってみてぶつかり合いで、じゃあこうしていこうみたいな感じで曲作っていったから、その辺の感覚がちょっと違うかなっていう感じがするかも。3人の表現のもう出し合いみたいな、うんうん、楽しみですね、うん、26日ね、これね、なんかさっき話を聞くと、あのイーストーマンの方でも予約が結構入ってきてて、で、うん、ブリーチでも入ってきてると、うん、でもちろん厚吉くんも今度出るよね、うん、でミミチリカ、うん、あとメサブギーズ、メサブギーズ、ね、この出演者も多いし、それぞれのバンドの予約も多そうなので、ね、これリスナーの皆さんはお早いご予約を、ね、がいいと思います、ね、もしかしたら本当にもうチケットないよっていう状態に ならないとも限らないから分かんないですけど、ヒューマンステージ250キャパではありますけれどもね、250人だけど、うん、あっという間に埋まっちゃう可能性があるので、うん、皆様これぜひ伝説の一夜ね、はい、あのいい、ね、楽しんでもらえるように頑張ります、うん、期待してますので、はい、じゃあ最後にこの、はい、ラジオ聞いてる人にもメッセージ、はい、ていうか、あのラジオ出れたらいいけどね、3人でねえ、ただね、時間もないっていうのがあって、 おしゃべりできるかな一応ブリーチ3人ともしゃべりベタだからね今日は本当にあのリハーサルスタジオでさゆりちゃんがいたので、ちょっとラジオしゃべってって感じで、ね、お願いして、でもせっかくこの11月26日のブリーチの、まあ、1日復活があるので、やっぱり何かしらこのね、うん、生の声を残しておきたかったので、うん、そうですね、もし できれば、はい、機会があればぜひ、ね、じゃあ今日の締めを、じゃあさゆりちゃん、リスナーの皆様にぶつけてください、はいはい、イーストウーマンの20周年のライブに出させてもらえるのがすごく嬉しいんですけど、うん、ね、ブリーチもあんなって言ったらあれだけど、解散した後でまた、うん、あのお客さんの前でライブができる機会がもうないと思ってたから、うん、今回こういう機会でまたみんなの前でブリーチとして演奏できるのがすごく嬉しいし、楽しみでも、自分自身が楽しみでもあるので、うん、頑張ります。で、あの来ていただいたお客さんには存分に楽しんで帰ってもらえるようにやりたい、精一杯やりたいと思うので、よろしくお願いしますありがとうございます、楽しみにしてます、はい、よろしくお願いします、ありがとうございます。さゆりちゃん、あのそういえばさ今日ね、お昼にさとしくんと会ってたんですけど、うんうん、モンパチの、ね、これさとしくんにも会ったんだけど、これ、うん、何これ、あのハラヘルズのギターボーカルのごまみさんが台湾お土産でくれた飴、うん、あ、飴なのこれすごい、よければちょっといい匂いする。これ時間帯的に今物食べれない時間帯とかですか。あ、そうですね、明日のおやつとしていただこうかな、うん、食べてくださいね、甘い匂いがするごまみさんから、今度会ったらお裾分けいただきましたって台湾行ってたんだ、なんかね、旅行で行ってたみたいな、お裾分けありがとうございます、はい、やったあ、ありがとうございますありがとうございます、いいのこんな締めで大丈夫です、ごあみさんありがとう11月26日のヒューマンステージ、非常に楽しみにしております。それではここでブリッジの曲1曲かけてみたいと思います。ブリッジでカナリア帝国の逆襲。ロックオンミュージック。
人土なりのロックオンミュージックエンディングです。今週末は豊崎にある白山ビーチ特設ステージにてモンパチフェス、そして11月26日はここ宜野湾市にあるヒューマンステージでイーストウーマンの20周年企画と、素晴らしいライブが今月立て続けにありますので皆さんぜひぜひ遊びに行ってください。モンパチのサッシとあとブリーチのさゆりちゃん、本当に忙しい中インタビューありがとうございました。これからもねずっとずっと音楽と共に生きていきましょう。お届けしている曲は今夜のエンディングナンバー、イーストウーマンでジプシーリズム。これあの僕が昨日大好きな雨だよこれ、沖縄のカラヘルズって女の子バンドがいるんだけど、うん、そのギターボーカルの五万二さんっていう子がいるんだけど、うん、その子からもらった台湾のお部屋でお菓子屋で、雨じゃないのこれ、雨知ってんの、なんか俺懐かしい味がする気がする、多分俺が好きなものだと思うよこれ、うん、食べていいの、食べてください、お菓子さ雨ね、そうそう、多分わかるこれ、なんて読むんだ、完全に台湾の雨これ雨予想から外れたけど、はい、これカラヘルってバズライ今度紹介します。カラヘルって何人なの、2人ギターボーカルの五万さんという方は、うん、あとドラムコーラスのラーメンマンさん、男の子と女の子、うん、女の子、女の子2人なの、すごいね、その女の子のドラムの子に今サポートしてるから、うーん、バンド編成うまそう、それにもどうかこれダメ、喋りながらやったら唾めっちゃ出る、はい、お土産のコーナーでしたはい、ありがとうこの番組はスタジオ G PM エージェンシーの協力でお送りしました。